はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回から呪術廻戦ファントムパレード始まりましたので、やっていきたいと思います。多分最初に、あ、黙ります。呪いとは感情から生まれる。そして感情には抱いたものの記憶が宿る。それが、ここを支配する最も重要な原則。これからあなたが体験するのは、いつかどこかの誰かの記憶。いいか、喋って大丈夫？はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、強敵戦、いきなり、花見、花見、いただくん、どうぞ。もうやる？マヒト、私は今戦いを楽しんでいます。やべえ、やっぱフルボイスなんだよ。だからフルボイスだから喋るときちょっと黙るね。というわけで、ちょっと一旦ね、今回から、呪術廻戦ファントムパレードをやっていきたいと思います。やべえ、楽しみすぎる。どうも皆さん、トライアングルです。改めまして、よし、じゃあ行くぞ。ちょっと待って、大丈夫かブラザー。おー、すばにー、もう満タイ。これ多分あれかな、チュートリアルだから、いきなりこのシーンから始まるみたいな感じだと思うんだよ。じゃあちょっとチュートリアルいきなりですけどやっていきましょう。一番上のスキルを選んで花見に攻撃してみよう。オッケー。じゃあこれが通常攻撃扱いになるのかな。アッパーカット、そうだね。スキル消費がないから、あの青の銃とかそこら辺はスキルなはず。まあ多分説明あるよね。アッパーカット、じゃあ行くぞ。殴って、1060、全然食らわないね。あ、痛い痛い痛い。え、やられちゃう、負けちゃう、負けちゃう。一部のスキルは磁力を使用することで発動できます。磁力を使ってスキルを発動しましょう。じゃあ三段蹴りいこうか。じゃあ磁力30ダメージ、もう一度タップしてスキルを、イエス。そしてまとめてかかって、あれないのかな、ブギウギないの、ブギウギ、ブギウギないな。まとめてかかってこい、いくぞ、バトル開始。もう完全コマンドバトルですね。単性のコマンドバトル。痛くない、ちょっと死んじゃう、死んじゃうよ。仕留めきれねえ、私死にます、お母さん。だが頭を潰せばゲームセットだ。さあ勝利を始めようか。なんかあれかな、協力的なやつがあると思うんだけど。来た、黒線。スキルを使ったり敵のスキルの対象になると必殺ゲージが上昇してきます。黒線だね。必殺ゲージが最大になると強力な必殺スキルを使用できます。虎杖と東堂の必殺スキルを使ってみましょう。東堂、あ、東堂じゃない、まず虎杖くんで、ラリアットか、ブギウギ、まあブギウギでも必殺技ちょっとおかしいからね。バトル開始、さあ行くぞ。国戦、2300、さらに3連で約1万ダメージ。いいじゃんか、連携必殺、かっこいい。え、終わった、やめて、いきなりこれ、お願いだから曲流れるね。世界は今両面スクナの受肉を発端とした動乱の中にあります。うわ、完全体スクナだ。ゆえにこの場所にもスクナの器にまつわる記憶が多く集まる。そしてあまたの記憶が混ざり合うことで存在しないはずだった記憶が生まれる。急いでください、虎杖君、任務に遅れたら先生に怒られますよ。これ一応説明しといた方がいいのかな。これ今回この呪術廻戦ファントムパレードってオリジナルキャラクターがいて、福岡校ですね。で確か京都と野球をしたその後のなんか話だったかな、確か間なんか呪術廻戦の本誌というかその本編の間だった気がする。まあ、ちょっと後で多分説明あんのかな。福岡のやつは几帳面だな。約束の時間までまだ余裕あるのに。やべえ、喋りて。こいつらしつこいわね、数が多すぎるわよ。まるで後ろ、コアッパが、わしも甘く見られたものだな。伏黒くん、我々の役割はあくまで時間稼ぎですが、相手は特急、最初から全力で行きましょう。分かっていますよ。不健康、僕が吹き飛ばして全て解決
だったらよかったんだけどね。今回はそういうわけにもいかない。そこで君の出番ってわけ。私ですか？私に喋りかけているんですか？ありがとうございます中村さん。いや、五条悟先生、ありがとうございます。手順書に選ばれたことは幸か不幸か、この目でしっかり観察させてもらうとするかっこいい、かっこいい。ここは幻影の呪霊の聖徳領域、あまたの記憶が集積される場所。まずは宿儺の器にまつわる記憶を収集するといいでしょう。そうすればいつかあなたがここへ来た理由も見えてくる。記憶は時に物語であり、あなたに牙を剥く敵でもある。記憶の収集は容易ではないでしょう。ですが恐れる必要はありません。あなたには戦うための力が与えられている。あなたが呼びかければ彼らは答えてくれる。呪力から記憶を読み取り再現することで術師や呪霊の幻を刺激する術式、なおファントムパレード。おお、ここで。ああ、ちょっと待って、これはごめん、すいません。これはぜひちょっと実際にプレイしてくださいませ。音声で著作権でアウトですイブさんの曲大好きなんですけどダメです、流せません。最初はオープニングから見たかったんだけど申し訳ない。これはあ、来た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 。ここホームからは様々なコンテンツにアクセスすることができます。イエス。ホームでいいのか。はい。まずはガチャ来たよ、ガチャ。今回ね、五条先生が出るまで僕引きます。はい。なんか SSR が引き直しできるらしいんですよ。なので、でも SSR って言っても多分キャラだけじゃないよね、この呪術回戦のガチャっていうのは。まあ俗に言う闇鍋とかよく言われてるけど、でも五条先生出るまでちょっと引き続けてみようかなと思います。はい。まずはガチャ押してみよう。わかりました。ガチャどこですか？でまだ多分チュートリアルだから、確定でなんか、そうだよね、チュートリアルガチャだからね、6回引ける。ありがとうございます。多分まあ五条先生とかそんな強いやつは出ないと思うんだけど、そうだね、確定。ありがたい、声言ってくれるのありがたいね。はい。さあ、じゃあガチャ何が出るかな。で、これは確定だから、どうだろう、黒線とか出るかな。一応、確定演出みたいなのは、一応あるっちゃあるんですよ。この呪術廻戦ファントムパレードって。さっき、虎杖くんが呪霊を倒した時に、黒線が出たら、かなり確定演出よ、みたいな。SSR 確定みたいな。まあ、虎杖くん、レア、一体出てきた。そして、シグロくん。まあ、これ確定だからこんなにキャラが出てくるんだけど、本来はこんなに多分キャラは出てこない。多分出てきても10連で1体2体とかじゃないかな。運が良くてね、おそらくだけど。うん、ほとんど基本的にはこういうシーンというか、まあこれも一応技になるんですよ。技が出るから虎杖の技をこうつけることができて、まあストーリーを優位に進めていくみたいな、そんな感じだったと思う。一応生放送は見て見てきたので、まあそんな感じだと、見てきたっていうか、まあリアルタイムで見たんだけど。クエスト挑戦ね、樹海散歩とかいろいろあるね、ミッション、そして交換所とかいろいろあるが、まあまあちょっとまずはね、まずクエストいきましょう。じゃあ、はい、クエスト NEXT メインクエスト。じゃあこれは普通に両面宿儺。いやー、これ追体験だからさ、話聞けるのめっちゃ嬉しいんだよな。ここではクエストでバトルに参加するキャラクターと、なにこれ、なんだったっけこれ、ちょ名前忘れちゃった、じゃあ後で覚えるわ。編成できます。さっきガチャで引いたやつだね。今回は先ほど入手したキャラクターと、ごめん、階層、まあ、階層でいいか、階層でいい。階層あらかじめ編成されています。ありがとうございます。お任せを使って換算編成することができるので、編成悩んだら活用しましょう。まあ、基本的にお任せが一番、おすすめではあるんだろうけどね。てか、オンラインはあるのかな？邪魔。勝つぞ。今後、多分オンラインが実装されるってのはあるかもしれないんだけど、どうなんだろうね。さあ、行こうか。第1章。両面宿儺。いや、楽しみ、マジで楽しみだよ。おはよう。今の君はどっちなのかな？本当
確か五条悟、呪術高専で1年を担当してる。呪術伏黒。そうだ、先輩たちは拘束してるから無理に動かない方がいい。それにね、人の心配してる場合じゃないよ、虎杖悠仁。ちょっとすいません、これオートにした方がいいかな。なんか一回一回右下ポチポチ押してるの嫌だよね。マークできる。君の、あ、いけそう。取得死刑が決定した。あ、これ、ああ、2018年6月ないですよ。え、百葉箱空っぽです。マジでウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。そんなところに特級呪物入れるとか、ほんと上もバカだよね。でもまあ、それ取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。ユージ、最後に言っておくことがある。お前の両親のことだが。興味ねえし。お前の両親のことだが。だから興味ねえって。じいちゃんさ、死ぬ前にカッコつけようとすんのやめてくんない。男はな、カッコつけて死にてんだよ。空気読めクソマコが。つうか部活はどうしたよ。こんな消毒くせえところでサボってんじゃねえ。うるせえな。オカルト研究会は5時前に終わんの。俺だって暇じゃなきゃいちいち見舞いなんて来ねえよ。ゆとりがよ。ユージ。うん。お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。このシーンは泣くんだよ。じいちゃん、はい、ナースステーションです。どうされました？虎杖さん。じいちゃん死にました。虎杖悠仁だな。誰？夢中なんすけど。呪術高専の伏黒だ。悪いがあまり時間がない。お前が持ってる呪物はとても危険なものだ。今すぐこっちに渡せ。呪物？この箱だ。持ってるだろ。ああ、はいはい、拾ったわ。俺は別にいいけどさ、おかけんの先輩らが気に入ってんだよね。危険ってどういうことよ。日本国内の怪死者、行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどが人間から流れ出た負の感情、呪いによる被害だ。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。それが事実だ。続けるぞ。特に学校や病院には膨大な怨念がたまりやすい。辛酸、後悔、自辱、人間の負の感情が呪いの源になる。だから多くの学校などに魔除けとしての呪物を置いた。お前が持っているのもそれだ。より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せつけない激毒。魔除けとは名ばかりの悪臭だ。年月とともに封印が緩み、今や呪いを招き
越えさせる餌に転じた。お前が持っているのは特級に分類される危険なものだ。人死にが出ないうちに渡せ。いやだから俺は別にいいんだけどさ、中身持ってねえよ。俺が持ってるのは箱だけ。俺空っぽだろ。俺が追ってきたのは箱にこびりついた呪力の残影。中身はどこだ。だからおかけんの先輩が持ってるって。確か今晩学校であれのお札剥がすって。もしかしてヤバい。ヤバいなんてもんじゃない。そいつ死ぬぞ。お札ってそんな簡単に取れんの？呪力のない人間にはまず無理だ。普通はな。今回のは中のものが強すぎる。封印も年代もの噛み切れ同然だ。でもな、呪いなんていまいちピンとこねえや。呪いなんて。でもなんだ、学校から来るこのプレッシャーは。お前はここにいろ。待てよ、俺も行く。やばいんだろ。二月かそこらの付き合いだけど友達なんだ。ほっとけねえよ。ここにいろ。ジャルルジャルル。邪魔だ。出た、チャオチュール。てかほぼアニメじゃん。待って、ゲームのストーリーの、いや、な、な、のばらちゃんいる。あ、そっかそっか、選んだもんな。なんでのばらちゃんいんのって思った。階層は編成したキャラクターバトル中に強力な階層スキルを発動する場合があります。はい、階層スキルは発動条件に合ったスキルに対して発動します。発動対象のスキルにはアイコンが表示される。なるほどね。スキル発動時に階層スキルの効果を追加発動ということで、じゃあまず発動して、でこの剣だ打ってって感じだね。でまだ伏黒くんは階層は打つことはできないので、じゃあ裏剣で、のばるちゃんも打とうか。じゃあバトル開始。なぜかもうバトルちゃんがいる。チャオチュール、チュールちゃ、あ、終わった。おはよう。さあこんな感じでウェーブですね。まあ2の2とかあるんで、これ倒したらクリアって感じかな。敵にダメージを与えるスキルには特性がついています。はい、1人のキャラクターが持つ特性は1種類。あー、なるほどね。これ多分弱点とかが、相手が何が弱点かみたいな感じで書いてあるから、敵は、弱点特性を持ってることがあります。弱点特性と同じ特性を持つスキルで攻撃するとダメージが大幅に上がるので、特性を意識しながらターゲットを選びましょう。まあ、逆にじゃあ、弱点じゃないっていうのも多分いるんだろうね。半減みたいな。やるか。これはそうだね、こっちが裏剣で、野原ちゃんちょうどいい感じに、さすがチュートリアルガチャですね。素晴らしい。で、まあダメージが高いと。オッケー。終わった終わった。あ、いいな、この野原ちゃん。で倒したらレベルが上がっていくみたいな感じだね。まあ多分なんかいろいろ使ってレベルを上げることもできるんだろうけど、ストーリーでまあレベルも上げることもできるという感じか。クエストクリア、 Thank you。 さあ来たよ。クエストで手に入れたアイテムを使用してキャラクターを強化 しに行きましょう。はい、強化キャラクター強くなってさ僕に楽させてよ。五条先生、必ずあなたを迎えに行きます。今日必ず。ここでは様々な方法でキャラクターを強化することができます。まずはレベル強化をしてみましょう。イエス。レベル強化、レベル強化では、修練のなんだを使ってキャラクターを能力アップできます。はい、イエス。強化する。俺はもう負けない。で、まあ HP とか、まあ、攻撃力とかが上がっていくと。はい、続いてグレード強化をしてみましょう。グレード、まあ、ランクアップみたいな感じかな。グレード強化では、呪物を使ってキャラクター能力を解放できます。まあ指定された、まあそれがあったら、まあ上げることができるよっていう感じでね。それをストーリーで、まあどんどんゲットしていったりとか、まあしていくって感じか。なるほどね。で、これは？これはまだ足りないから、まあまたクエストとかで、まあ集めてきて、で、どんどんグレードアップさせていきましょう。すべての能力を解放されると、グレードアップによってさらに能力を解放できる。あー、グレード2みたいな感じね。なるほどね。はいはいはい。これガチャで2体目ゲットしたらとかあるのかな？なんかちょっと、なんだろう、運極みたいな感じで。強化アイテムが集まったらこのようにキャラクターを強化してクエストを有利に進めていきましょう。はいはい。次、お、プレゼント来た。プレゼント何ですか。あ、チュートリアル終わったからガチャやっていいのかい。これ
やっていいのかい、カツオくん。あ、なに。あ、曲、待って待って、ごめん。曲やめて。曲ダメ、曲ダメ。本当に曲ダメだろ。本当に。ね、ダメ。ダメです。あ、来た来た来た。これ多分さ、確定、多分チケットとかもらえると思うんだよね。プレゼントで。SSR 確定ある？あれ、ないか。あ、出た、引き直し。これ、SSR。今日、まあ、ガチャも、あと、この動画の、多分ね、今日のどっかの動画、1日であと、この後2本出します。はい、2本出すので、ぜひそちらも見てください。で、その時に、ガチャ、100連とか200連、ちょっと引いていきたいと思いますので、今日は、まず、確定で、五条先生を引く。はい、こちらですね。引き直し可能なので、これで、多分ね、これね、キャラクターだけじゃないと思うん、あ、でも SS、あ、キャラクターか。じゃあ、五条先生出るまで。とりあえず行ってみましょう。はい、これだね。一回引く。150万ダウンロードのおかげですよ。ありがとうございます。これ大丈夫だね。引き直しできるよね。さあ行こう。さあ気をつけろ。これ間違えても。ちょっとこれ一回見ようか。SSL だから多分確定演出見れるはず。あ、見れない？国戦？どうなんだろう？ SSR だったらあーでも出なかったね。あー、トゲくんが欲しい！トゲくん欲しい！欲しいけど私のは、まずは五条先生。申し訳ない。まずは五条先生です。はい。じゃあ引き直します。いやー、これは五条先生出るまで、じゃあちょっと、でもわかんない。確定演出ちょっと見れるかもしれんから、ちょっと一瞬止まるんだよね、これ。これ、国戦出てるのか？いや、出てないよな。ちょ、スキップしようか。ちょっとムカついちゃった。あー、なるほど。あー、パンダか。ちょっと待って、これでもちょっと、全部見せたいなぁ。いや、でもちょっと、一回じゃあ、もう、確定までじゃあカットします。はい。スキップでいいかな？ちょっとスキップしていきましょう。はい。大丈夫。うわぁ来たぁ、しゃぁやったぁ、あ、こっちの五条先生なんだ。こっちの五条先生なんだね。はいはいはい。まあ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 、オッケー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 。そっか。そうかそうかそうか。そりゃそうだよね。そりゃそうだ。この五条さん、あのね、一応これ五条先生、まあ、これでいいよね。この五条先生で、この五条先生ちなみに奈良タンで書いてきます。めちゃんこダメージも食らわないし、ダメージも食らわないとんでもない強さなんだけど、その代わり奈良タン後に、あ、用事思い出したって言って帰っちゃうんで、だからそこがどうかなって感じだけど、ちょっと待って、これさ、一応 SS 多分ね、無加減の五条先生とかいろいろ出てくると思うんだ。どこだろう、ここら辺かな。なんかね、今のは多分、簡単な方っていうか、だと思うんだけど、他に提供割合でさ、多分だけど、あると思うんだけど、これでもあれだな、キャラクターじゃないな。ってことはこっちか。キャラ確定だね。ガチャ表彩。でも多分あれだろうな、SSR で、五条先生はいるか？まあでもとりあえず五条先生出たので、で、とりあえず、次ですね、次の動画で、ちょっとリセマラの、まあちょっとランキング的なのをちょっと紹介しようかなと思います。はい。で、その次の動画ですね、まあ今日です。今日のうちの、次の動画でちょっとガチャ動画やって、ストーリーもどんどんちょっと進めていこうかなと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。だから、次のリセマラのランキングの動画で五条先生をちょっと使ってみようかなと思います。はい。だ今日この後ですね、多分投稿されて2時間後ぐらいにまた動画出しますので、ぜひそちらを見てくださいませ。実際に五条先生使ってみます。はい、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。これから呪術廻戦ファントムパレードの動画ほぼ毎日ですね、毎日、投稿していきたいと思いますので、でもやっぱり今んとこ見てるとまだあれだね、オンラインはなさそうだね。これクナは全部食ってやる。オンラインなさそうじゃない？だこれからまあオンラインが追加されるんだと思うんだけど、まあ、またそれは楽しみにしたいなと思います。さすがにアプリゲームでオンラインないってのはないと思うんでね。はい。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。